ここなんだけど、タビントモがマクドナルド作ったのよ、この建物なんだけど、でかすぎて、タビントモアホすぎてでかすぎて困ってる。サイズは実はこのマックスまでの高さで、だいたいこの辺ぐらい、このぐらいの高さなのに、タビントモがでかく作りすぎてて、くん仕事ない、おめえだよお前や、お前高いやって。大丈夫、高すぎるこれ、あまりにもでかすぎる。広告看板のトップがエスパスより下だから、これかなり小さくしないといけない。これ大きすぎる、あまりにも隣が低すぎる。いやそんなことない。アコムとかその辺の高さと比べたら大体こんなもんだから、でかすぎるこれが、あまりにも。朝日くんも言ってたから多分、間違いない。この辺の建物はむしろいじっちゃダメだから、ダメトモくん、ダメトモくんやってください。ハマスくん別のことさせます。ダメトモくんよろしくお願いします。他暇な人、他の人じゃ何かしら仕事あるってことだな。え、違う、ラビットって大丈夫、何やってる、ラビットは大丈夫そうか。現代建築無理、頑張ってここだけ作ってくんね、頑張れ。ちっちゃいから専門外でもちょっとなんとか頼む。ラストスパートやりますか。あと多分割り振られてないのが4件。で、ここ暇人くんに割り振ったつもりなんですが、まあ安定のロストと。なるほどね。誰か今やれるやついるか。1個やる、オッケー。いやもうでもだいぶできたね。見てよ、だいぶいいよ。マクドその高さで大丈夫。ダミノモくん、そこ終わったら、ここなんだけど、ここ塞いでほしいんだよね、これ多分。ワールデリットで高く、ボンって高く作るだけだと思うから、ちょっとここ横やってほしい、そこ。なんか、相手おかしいから、まだ。多分作ってる人が、多分なんか途中のままみたいな。ただ、対等の通りがまだ残ってるのがエグニア。対等のこの靖国通りでしょ？ディーディーやる気あんのかな、これ。ブロディーディー。ブロディーディー、円だけ残ってどっか行ったくない、円だけ作って。円だけ作って消えた、ブロディ・ディ・コング。とりあえず円は作ったけど、それだけみたいな。結構何日も円のまま。東口町マジで作る。いやー、作るとしてもこの台東の靖国通りまでじゃないかな。ここ作っておしまいみたいな。ヨウくん。ファマス、お前、お仕事任せてもいいか。俺今、凱旋門作ってる。は？何を言ってる？ごめん、日本語を一応喋ってほしいかも。今、歌舞伎町を作ろう企画をしてて、猫の手も借りたい状況で、作ってほしいんですけど、大丈夫そうですか？作っていただくの。歌舞伎町を作ってるんで、歌舞伎町のこの施設を作っていただくのって、大丈夫そうですか？ワールドエイトで消しときますね。全部消しといて。吹っ飛ばしといてくれ。待って、何があるんだ？俺の15分の苦労が。いや、だって求められてないですよね。求められてませんよ。そんな苦労は。俺らは何十時間もかけてるよ。確かに僕たち何十時間とやってるんですよね。正直言わせていただきますと。バンしといた方がいい？せっかく最近来たけど、ファマス君。真面目にやります。で、どこでしょうか？ここです。これもう円形今作ってるんですけど、アルペン東京で調べてください。歌舞伎町アルペン東京で調べたら出ます、この建物。歌舞伎町の前にあるやつです。なんか分かんなかったらダミトモに聞いてくれ。どこの建物か分かんねえみたいな状況になったら。ただダミトモならまあ分かると思う。分かった。作ってくか、靖国通り。これさ、どうしようかね。靖国通り。みんなで割り振って気合い入れてやる？それとも、もうなかったことにする靖国通り妥協する？どうしたいみんな。靖国通りを最後気合い入れてやるか、妥協するか。靖国通りなんて知らない。え、舐めてんの？やるに決まってんじゃん。わかりました。ファマスくん、じゃあやってくださいね、一緒に。ファマスくん、やってくださいね。大変ですからね、これ多分、かなり大変ですよ。道路作るだけでしょ、ピーって道引いて。いや、もう道路はできました、もう。ちなみに。道路はできてます。うんさん、うまい。ありがとう。もう頑張って作っていくしかねえな。ちょびちょび作っていくしかなさそうですね、こりゃ。くん、アルペンの隣の建物ってどこから入る予定？計算してくれ。それも考えつつ作ってくれ。それもお前の仕事だ。残念ながらこの企画、そこまで甘くない。そこまで甘い企画ではない。いや、でもまあ、なんとかなるかもな。まあ、言うて10件ぐらいだし。なんとかしよう。なんとかする。もう走ろう。走ろう。ここ。走りきる。まあ、ちょっと、まだ多くできてないところあるけど。
走り切ろう。もうここまで来たら俺たち走るわ。我々さ、ここ埋めてくんない？ここ、こう適当に、もうなんか資料なかったら適当に埋めてもいい。別に最悪。他暇なやついるか？暇なやつもう全員やってんな。いいぞお前ら、もうやりきろう。戦い切る。あとはなんかよくわからん建物くっついてんな、こっち側。なんかマジで不思議な建物くっついてねえか、なんかですか、なんかそこの隣なんか不思議な建物がくっついてるね。なんだ、なんか変だな。ヤクザ、違う、ヤクザじゃない。それは多分龍が如くを見すぎた外国人特有のなんか感じがですね、それは。いや、すげえ、本当に歌舞伎町だ。ここから見たらちょっと感動する。こんななんか上から見ることないから、歌舞伎町なんかこう、でもなんか歌舞伎町上から見たらこうなんだろうなみたいなのがなんかこうわかる。いや、なんか歌舞伎町上から見ることなんてないけど、そうそう、でもなんか、あ、上から見たらこうなるんだろうなみたいなのがなんかこう分かってしまうのがもうすごくいい。よし、いい感じだな。薬のなんか下の感じはちょっと再現できないから、なんかそれっぽく頑張るぞーい。走り切る。ここ博多天神豚骨ラーメンで、この横にあのなんか激安ディスカウントショップ、なんかブランド物買い取りのところなんだよね。ここにあるラーメン屋結構うまかった。あ、そうなんだ。ほう、情報あり。なんとなく黄色っぽいのか。これさ、歌舞伎町とかで働いてる人が見たら結構楽しめるんじゃねえかなって気がするんだよ。このワールド自体、このワールド自体配布したらめちゃくちゃ楽しめるような気もするよね。もっと使えないとちょっと見れないっていう点はあるけど、歌舞伎町で働いてるクンキッズ多そうだから。割といそうだからさ、歌舞伎町勤務キッズ。多分いるからだいぶ楽しめると思うけど、歌舞伎町勤務キッズは。うん、いいですね。頑張って作ったらまあ終わるな。これ円形に作ってたやつ誰だっけ？ん？ WD。WD です。WD って DD のことね。WD さん。無能すぎん？円の形間違えてる。まあ、はい。まあ、とりあえず作ってもらってもいいですか？一旦。とりあえずファーさん、まあまあまあ、まあまあ作っていただいて、一旦ね。ちょっと見せていただいて。今作ってんだろう。そうですね、おばさん作っていただいてありがたい話ですね、本当に。はい、ありがたい話でございます。いや、もう建築といえばファマスといえば建築っていうのはね、その著名の方に建築していただいて、我々も感無量でございます。この調子で建築していただけたら幸いですね。本当に頭が上がりません。これディスカウントショップ、イエスイエスイエス、これディスカウントショップ。その横になんかよくわからん小さいショップって感じかな。ディスカウントショップもうちょっと、ヤクーザじゃないね、ヘルスカさん。ヘルスカ、店頭作るのめんどくさいときはとりあえずシャッター下ろしとけばいいよ。とりあえずシャッター下ろしとけば多分大丈夫だよ。こことかもさ、多分店の中あるよね、多分。ダビトモくんさ、ダビトモくん、このディスカウントショップの部分ちょっと作ってほしいかも。で、市も高額買取か。シンゴそこ作ってんのか、高額買取のところ。いいね。どこまで作る？高額買取、処方箋って書いてあるビルがあるじゃん。それと半分個ぐらいだから多分この辺ぐらいまでだと多分高額買取で。ん？なんかこれさ、ん？なんか変だなこれ。少し駅のこれずれてるよね、若干。なんかちょっとずれてるような気がするが、あ、でもそうでもないな。ここら辺から斜めにこうなんかあって、結構めちゃくちゃ広いのか、ここが。あー、分かった、これファミマのところね。これここでお金、あの、なコンビニの、あー、はいはいはい、わかりました。あそこですね。若干なんか治安が微妙なファミマ、はい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 。さて、どう作るかだな、そこの治安微妙ファミマ。多分ね、ちょっとやっぱりこれがちょっとこの位置は若干変すぎるか。いや、でもなんかね、歩道が多分もっと広いんだろうな、おそらく。もっとここぐらいまで歩道があって、これがこっちって感じなんだよね、多分。歩道が実際のとこ多分これぐらいで広い。建物の幅と同じぐらい歩道がある、こっちのこの建物と実際のところ。でんでんさん、この歩道の幅がね、多分こうなんだ。で、それに伴って こいつら植物とかもちょっとずらさなきゃいけないから、ちょっとお願いできる。ここね、思ったより多分広い、ここ。
なんかこう見るとマジでシャッターみたいなの多くないか、この新宿シャッター多くない？大丈夫？あんまり意識してなかったけど、なんか多いよね。こんなにシャッターめっちゃ多いんだって感じ。時間帯でも昼でしょ、まあ、昼明けねえか。まあ確かに昼明けねえわ。そりゃそうか。よーし、あとでも1ブロックで終わりか。気合入れて作ればまあいけるな。コピペして上にドカンと立てれば。他の人たちもし時間あったら、まだまだ上に室外機とかついてない建物多いんで、室外機つけちゃってください。室外機は他のところを真似しながらつければ多分つけられないことはないと思うんで、室外機ガンガンつけちゃってください。建物建てれないよって人は、それだったら多分できると思うんで誰でも。やべえ、マジでいい。ドゥエンドゥエーン、ドゥエンドゥエンさん、ドゥエンドゥエンさん、足りない、力尽きたか、あいつ。ドゥエンドゥエンさん、あとちょっとで建物が、あー、オッケー、任せます。じゃあ僕もちょっと別のところ今のうちやってますね。まあちょっと迷うぐらいにはなんかしっかり新宿っぽくなってきたな。多少迷うみたいな。ここちょっと難しいな。茶色2マスあって斜めに、斜めのファミはちょっとむずいね。こんな感じか。あ、デネさんさ、これをコピーして上まで伸ばしてほしい。この黒いの部分から上をコピーして伸ばすみたいな。デン、頼りになるな。赤いの入れるって、いや黒いのだけ。デン、はい。ファミファミファミマファミマミマ、よし、ファミマ完璧に。ファミマです。いいね、なんかファミマ量産できるようになってきた。各コンビニを量産できるようになったかも。ファミマのプロになれるわこれ。どこでもファミマ。ドゥエンドゥエンさん、これコピーしてほしいです。同じ高さまで伸ばしてあげてほしいです。よし、まあ伸ばしたらおしまいかな、ここは。で、あとこの向かい側か。あ、ダミさん終わった。ダミさんここ作ってもらえる、この1軒目。何のビルだこれ。あ、ちょっと大きいなこのビル。ガラス張りのレイクとかが入ってて、ニュー新宿サンパークっていうところ。これ結構一体的になってるね、ここ。厳しいな、わかるかな、ここちょっと厳しいんだけど、ちょっと難度高いかもしれないですけど、バーガーキングの建物は多分違う建物なんで、松清の横、ね、松清の建物そのものだね。松清の建物そのものとバーガーキングの建物だけ違うんだよ多分これ。バーガーキングが入ってる建物は違う建物だから、その向かいの道路から見た方が Google マップ上分かりやすい。その建物の幅だけ先に決めてもらってって感じかな。 OKOK、 分かりました。はい、あとね、ここ微妙にミスってて、ここの間に通りがあるんだよ多分。ここ嘘だねこれ多分。ここ歩道だから、うん、多分ここ歩道なんで、お、嘘だなこれ。ここは嘘ですね。歩道ですねこれ。歩道でって感じかな。でもう一軒ここに建てたらおしまいか。わらき屋みたいなのがある建物か。あと一人暇な人がいればいけるけど、誰かいるかな。まあこうかな多分。こうやって向こうに建物がある、向こうに道路がつながってて、でここに建物があって、ここにダミトモクにまたがせてるところがあって、まあバーガーキングとかがあってって感じか。よし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 。お、長月くん来たね。長月くんも建物建てるかな。今日デポンくんはすごい質のいいプラグインの企画の動画を作ってきてくれたよ。長月くん、長月くん、このままだと長月くんはデポン以下確定になってしまいますが大丈夫ですか。長月くんはじゃあ建築を作るとするか。はい、じゃあ長月くん、ここ31かな、違う、31じゃない、31アイスクリーム、サンリオギフトゲートみたいなのがある建物。あのピカデリーの横の横みたいな感じのイメージ。区役所の向かい側の31とかある建物、ビルを作ってほしい。で MS 作れる一見、作れない、作れる、出る。バーガーキングがある建物じゃない、バーキングの左の牛角とか温野菜がある建物で、ダミトモくんさ、建物の幅をちょっと決めてほしいかも。バーガーキングがある建物と、バーガーキング2つの建物に、なんか、建物1個ね、なんか、よくわからん形の建物があるんだよね。
ちょっと建物の幅を決めてほしい。 MS が作れるようになんか分かりやすくなんかこういうブロックでこうなんか区切りをつけといてほしいかも。あ、そこね。 OKOK で MS バーガーキングのある建物がこの辺かな。もうちょっとでかいの、これぐらいだからバーガーキングのある建物、なんか2つの建物がなんか一緒になってるみたいな雰囲気なのよこれ。バーガーキングの建物、もうちょっと少ないかな、こんなもんか。ここが、温野菜とかのある建物がこんな感じで、歩道が微妙にこうあるからこんな感じで、こんな感じで歩道があるからこういう感じでこう建物を作るみたいな雰囲気でお願いします。新宿横丁とかがあるね、ここは。 MS バーキンの建物作るか。 MS バーキンの建物作れる。これちょっとむずいからバーキンじゃなくてもいいよ。横のなんか金網張りの建物でもいいし、どっちでも好きな方作っていいよ、任せる。で、某そこ歩道作っといて。歩道そこ違うはずだから本来と。あとね、ちょっと某にお願いしたいことがあって、多分建築できる人、ワールデリットできる人とかがやった方がいいことなんだけど、ちょっと某さんいいですか。いろんな建物であるんだけど、この奥が作られてないから奥見えちゃうんだよね。こう、わかるかな。奥が見えちゃうから、これを是正するために適当にこうやってこう埋めてほしいんだよね。ここ奥をこうしといてほしい。わかる。ハリボテを少し埋めるというか、なんか作りは適当でいいから奥に埋めといてほしい。遠くが見えちゃうというか、スーパーフラットが見えないようにしてほしいので、内側から。要するにスーパーフラットが見えないようにしたいっていう意図だから、それをクリアしてもらえればどういう手段であっても大丈夫なので、なんか俺ちょっとこういうもう直そうかな。まあなんかやり方は任せる。でそんなちゃんと作んなくてもいいんで、騙すというかダマくらかせればそれでいいんで、結局そんな細かいところなんか目に入らないし、そこよりも大事なところあるから、ある程度雑でも黒いので埋めてもいいし、任せます。やり方は割ともう自由に、ただなんかまあそんな手間かけなくて OK ぐらいの感じを持ってるので、俺がこうやってるみたいにこうなんかとりあえず黒いので少し遠くにして埋めるみたいな。こうデンデンさんにお願いしたいのが、建物上から見てこうなんかバーって見て変なところが多分あるね。こういう空間とかあるじゃん。こういう空間、このなんか謎の空間みたいな、この下で要はなんか緑色の草とかないから、実際はこれを適当に埋めてほしい。なんかもう見えないように囲うみたいなのでもいいし、やり方は任せるから、これなんか不自然なところというか、パッと見て間が緑になってるの変だから、そこを埋めてほしい。つなぎ目のポイントがおかしいから、他の人たちも変に緑になってるところとか、つなぎ目みたいなところを埋める作業とかは多分飛び回ってたら多分あるはずだから、なんか変だなみたいなところ異様に感じる部分もあると思うんで、ちょっと作っていってほしいです。もう空いてる建物ない。いやー、あるね。ちょっと待って、 MS の建ててるところの横かな、多分空いてる建物。こちら、ここの黄色の枠の建物、この角の建物で温野菜とか牛角とかが入ってる黒いメッシュみたいな建物だから、まあ、ちょっと見ながら作ってもらって、あのさ、こっち側作ったじゃん、ならこっち側も作れるんじゃねって気持ちになってくるよね。いや、こっち側諦めるかって思ってたのよ俺。したらね、ダメンジャーズの皆様がしっかり作ってくれて、一見ダメンジャーズの皆様がしっかり一見ツルトンタンを作ってくださって、ツルトンタンだけあるのは変だよねっていうので、他も作らないといけなくなってしまう流れをね、今ダメンジャーズの皆様がちょっとやってくれてて、のじゃじゃでもツルトンタン大事だもんな。のじゃじゃ的には東京で一番うまいもんな、ツルトンタン。のじゃじゃ東京で一番好きなものだから、ツルトンタン一番喜ぶ。のじゃじゃが器もでかいし、味ものじゃじゃ好みらしいから、のじゃじゃがもし東京来てご飯食べたいって言い出したら、ツルトンタン連れてけば、まあまあ間違いはないみたいになるから、ぜひツルトンタン作ったらもう仕事終わりです。ぜひ横も広げてって くださいませんか。ツルトンタンで横もどんどん横も広げていただけたらすごい助かるんですけど、うん、いや、うんじゃなくて、ちょっと興味関心ないか、この辺とかな。ちょっと朝日くん頼りになっちゃうな、この辺。ちょっとわかんないな、このでっかいビルあたりが。ちょっと朝日くんに任せるか。あ、でもここら辺もこの駅舎も朝日くんじゃないとわかんないんだよな、この辺、この駅舎あたり。この駅舎は朝日くんがやるから、まあ一旦任せるか、こっちの西武新宿の方は。まあこの建物の一環みたいな感じだから、
ちょっと一回任せといて、まあ囲えそうだね。実際そんなに手間かかんないか。割とでかい建物がドカンドカンって並んでたらそんな大したことないんだよな。雑にこんな感じでいい？あ、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。適当に外から見えなければ、上から見て大丈夫で、外から見てもよくわかんなければ OK。雑でいいですよ。ただここね、完全にこうなんか隙間みたいになってるから、全然さ、なんか若干変だから、この建物自体がなんか、ここバチンって閉鎖しちゃっていいと思う、なんか適当に。なんか上から見たり、いろんな角度で見て変だったら、なんか中まで入り込んだりはしないんだけど、こういうところだよな、多分若干変なの。頑張って作ってくれたんだけど、多分建物の接続部分で多分人との連携が必要になってうまくいかず頓挫みたいになってるから、じゃあそこをうまいこと隙間の草ブロックを割れていっていける。まあなんかこう上から見て建物がなんかこう明らかになんかおかしくなってるみたいなところを補正するって感じの、まあ、作業ですね多分基本的には。よしっと、こんなもんか。あとここもちょっと空いてるな。なんか蓋閉じていく作業って感じ。はあ、うおー、ファマスうまいね。さすが、口だけじゃないね。うまいね。うまいね。うまいね。さすが、やる。うまいねって言ってんだろ。なんでそうなるんだよ。うまいねって言葉が分かんなかったのか。なんてひねくれた性格なんだ。これ延べ何時間だ。合計30時間分ぐらい以上やってるよね、多分みんなでやってる時間だけでも。延べ何時間だろ、企画これ。まあ、サムネでは100時間かけたって書くかな。100時間50人で頑張りました、みたいな。実際それぐらい頑張ってると思う。1000時間に行こう。1000時間にしますか。バレン。景気がいい方にする。景気よく書いとくか。新宿駅はなかなかしんどいべ。多分。新宿駅まで行くと多分だって向こうの方まで全部ここ作るんでしょ。東新宿のこの辺りも作るんでしょ。だいぶ厳しいよ。シャッターつけたところで厳しいと思うな。でこれでも歌舞伎町の一部だから、実際のところ実際歌舞伎町の一部だよ。ほんのこのモッドのおかげだよね。完全にこのモッドがあるからなんとかなってるって感じする。正直このモッドがあるおかげでここまでのなんかこう簡単に作れるじゃないけど。今一人手空いてる人いる？ハゲネズミ、はいはい。ハゲネズミなんか、ここの建物作ってほしい。なんか空いてた、そこ。マイクは、マイクどうしよっかな。マイクこの向かい作るか。マイクここの向かいらへん作ってほしい。この集合体。どこ作ってもいい。好きなところで。で、ボロラビット。仕事ってある？残ってる？ない。ボロラビー。今、俺たちは今、岐路に立たされてて、向こう側全部作ってんのよ。で、ここ多分もう作り終わんのね。靖国通り向かい側。作り終わんのも、おそらく。うん。で、もし俺たちがこっち側を作れたら、すごいよね。閉じれるというか、箱庭にできんのよ。道路を伝って。こっち側も。ここら辺も、なんか道路を箱庭化できるから、この外側の外周部分まで作れば。道路が端っこにならないようにするみたいなことすれば、箱庭にできて、どこ行ってもまあこう、サバイバルモードでどこ行こうとしても、まあ、新宿が見えるみたいな。まあ、マジで、多分、1時間あれば、まあ、ここ埋めれると思う。おそらくこの1列は。1時間もかければみんなで。多分1列埋まると思う。そんなにちっちゃい建物がボコスカあるわけじゃなくて、割とでかい建物がガンガン立ってるのね、ここ。超でかい建物が立ってて。超でかいっていうわけじゃないけど、区役所 の3分の2ぐらいのサイズの建物が建ってたりとか、だからそんなこうなんか、なんだろう、めっちゃ大変って感じじゃないのね。なんか異常に大変とかじゃないから、まあこっち側作ったらすごいなと思うんですが、どう思います？作ります？やめときます？麻痺してないっすか？いや、正常だ。大丈夫。だってここだけでしょ？この1列だったら別にそんな変わんなくない？この1列だけだよ。なんとかなりそうな気もしない？ちょっと待って、見てみる。ちょっと見てみて。で、いくつかだるい建物はある。なんかもう、衣装がすごい建物あるんだよ、なんか。嘘だろみたいな。ただみんなあんま気づいてないけど、あの辺なんかろくに建物見てないから、女神様みたいのが見下ろしてる建物みたいのがあったりとか、意外とこう建物のデザインが良かったりするんだよね。その1軒2軒とかはめんどくさいけど、あとはほぼ今までのかなーみたいな感じ。まあ、大きい建物とかを作ってる時間も一応あるから、まあ、このゴジラ、匠ゴジラが
できるまでみたいなのはちょっと時間はあるかなっていう。ちょっと見てみて。だって今日一日でここまで作ってんだよ。台頭からここまでできたんだよ。そんなじゃない？しかも1時間しかかかってないから、その薬からここまでで1時間でできてるから、もうそんなに言うてだよ、多分。いけなかない。ちょっとゴリラビの判断で。いやー、判断が難しい。確かに大きめな建物がありますけど、細かいのも多いですよ。難しいね。ここでやめておくべきか。やろう。ファマス君中心でやっていくって感じかな。ファマスさ、そこ終わったらさ、その台頭と、その台頭ステーションと横に立ってる間の建物もちょっとお願いします。一軒あるんで。僕ちょっと忙しいんで参加できないっす。ダメです。やめときますか。じゃあ妥協します。このぐらいで区役所を作ったし、一貫なぐらいにしときます。区役所通りは。じゃあちょっと一回まあ見ないふりして。なんかでかい建物残ってませんか、うん、ファマスが作ってるところの隣のやつ。まああとでっかい建物で言うなら、なんでここ作ったんだ、これなんだ、クソでけえ病院みたいなのあるんだ。この逆側貼ると多分やばいな。まあ作るか作らんかによる。ファマス外枠も作るんだったらでかい建物はまああるっちゃある。まあ1軒ある、でかい建物1軒か2軒ぐらいはある。この中だけで終わるんだったらまあうんって感じ。なんかでかいの作りたい気分。でかいの作りながらよく言えるな。多分区役所通り向かい側ファマス一人で作ったらヒーローだよ。もう区役所通りの向かい側を一人で作ってくれるっていうのがをやったらマジでスーパーヒーロー。もうあのもうスーパーヒーローすぎる。マジで区役所の向かい側ってどのぐらいある、一回 TP するよ。この通り、この向かい側って感じ。まあ現物があるからまあ困ることはないけどっていう。現物見てから判断する。はい。まあまあめんどくさいっちゃめんどくさいですね。マジでツルトンタンここあるんだな。ツルトンタンだけ作ってるってどういうことなの？なんかこっちから向こう作らないみたいな話だったね。ツルトンタンだけ作り始めてるのやばいだろ。マジで使命。もうツルトンタン作らなければならないってなってしまったんだ。なるほどね。あ、だからこの辺って竹虎とかもあるんだ。へー。あ、これゴールデン街は作ってないんだ。そう、ゴールデン街まで行くと、さすがに無理っていう感じだから、まあ、本当はゴールデン街までが歌舞伎町なんだけど、花園神社とか、あの辺までが歌舞伎町なんだけど、さすがに、だってここの今作ってる範囲の3倍ぐらいになっちゃうから、3倍の規模は作れないって判断。でも東新宿駅から、なんだ、新宿プリンスホテルまでの間が歌舞伎町なんだけど、このブロックが。ただこの端っこは新宿区役所通りと花通りっていうところの交差点がその角の部分に該当する。ファマスが今見てるあたりに該当する。だからまあここまでがまあ今作ってる範囲で、まあこれより以上作ると多分とんでもないことになるよっていう。なんか大久保病院みたいのがあるんだけど、ここも歌舞伎町なのか。大久保病院っていうね、なんかクソでかいかっこいい病院があるんだよね。一個ね、クソでけえかっこいい病院ある。なんかもうこんな近代的なかっこいい病院か、こんなところあったんだっていうのがびっくりだけど、めっちゃかっこいいよ。調べてみ、大久保病院。知らなかった。東方の裏あたりにあるんだけど、もう普通にかっこいい建物が、建物のデザインがすごい素敵な病院がある。ハイテクな感じの、こんな建物があったんだな。あんま目立たなくて分かんなかった。なんか残業と似てません？この感じ、この雰囲気、なんか残業っぽくないですか？この今やってるこの行為、残業に似てます。君迷惑だよ。残業とすごい似てます。このみんなでずーっとやる感じ。効率いい人はね、すぐ帰るんですよ。今やっと定時終われると思った瞬間残業になった。じゃあ、西山さん、ツルトンタン作り終わったんで、お先に失礼しまーす。最悪。まあ、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 頑張りましょう。頑張りましょう。手空いた人は、区役所通りの向かい側、1軒でも2軒でも作りましょう。それよりも先に坊さんが行くから、そっちなんだ、区役所通りっていうより。区役所通りはファマスに、ちょっと任せましょう。ファマス君に。坊さん、ここの道路お願い。ここ道路意味不明になってるから、ちょっと向こうに繋げてほしいかも。これ繋げないとね、多分なんだろう、東方シネマがどこまで来るか分かんないかも。作りましょう、みんなでちょっとずつ、少しずつ前進はできてるはず。一歩ずつ前に行きます。いやいや、どうせ道路増やす、道路置く。だって東方シネマ
意味わかんないくない？東シネマの敷地決めるために道路はもともと引く予定だったから、そこはもともと引くよ。逆側を作るかはまた別の話。てかサンドウィッチ先生、サンドウィッチ先生何されてるんです？サンド先生、サンド先生、あなた一応建築枠ですよね。サンド先生、サンド先生、あ、ダメだ、ロストしてるこいつ。サボってる人はいないか見張ってる。君、大久保病院作ってください。じゃあサンドさん、大久保病院作ってもらいます。じゃああなたに、あなたに頓挫させようとしてたら大久保病院作ってもらうんで、あなた作ってください。ここです、この敷地、この広大な敷地に立ってる大久保病院ですけど、サンド先生任せました、お願いします。えぐ、サンド先生、大久保病院をお作りください。規模はちょっと自分で測ってもらって、だいたいどの辺かっていうの。多分この辺りになんか道あるんだよね、ここにちっちゃく。多分 この辺にちっちゃく道があってって感じで、このぐらいに大久保病院がドバーンってなってるから、ちっちゃいゴーゴーカレーのある道はまあちょっと、まあ、別でやるとして、ほっとくとして一旦大久保病院ですかね、サンド先生のお仕事は。大久保、あ、交番があるんで大久保病院横の、まあこれの立地を参考にしつつ作ってください。こっちはまあみんなで作る感じかな、最後に。ふぅ、すげえ戦いになってきたな。でんねんさん、でんねんさん、ここさ適当でいいからさ、なんか黒とか置いてさ、ここってあれだよね、適当に多分ガラス張りになってるから、こう黒とか黒いのとか置いて、ここにガラス置いて、こういう感じにしてもらって、なんかごまかしてもらっていい、多分こういう感じだよね、多分ここって、なんかいい感じにごまかしてもらって、多分そこなんか見えてるとおかしいから、ちょっとそこだけなんかおかしくないよ。これ甲状腺できるな、ここで50人クラフト甲状腺、てかマンハントごっこできそう、ここで。この街すごいですね、見てた。あー、やな、あ、そっか、やなーくんは初めて見るんだ。あー、そうか、あー、やな、あー、なんか、あー、そうか、やなーくんは初めてだよね、来てなかったもんね、この街は。初めてこの沢来ました。あー、そうですか。うん、だからちょっと不思議な気もするけど、そうなんだね。一回行ったことあるんですけど、その記憶が蘇るようなクオリティですね。そうですね、そうですね、すげえな。いや、マジですごいな、これは。すごいな、すごいな、改めて見てすごいな、凄まじいな、これ。なんかやっぱ壊れてるな、このクオリティは。やっぱすごいな。はい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 、よし、ということで、できました、できてしまいました、ということでできてしまいました。街がシェーダー入れますか、これ。ちょっと待って、おー、配信画面見てください、やばいっす、ここ歌舞伎町です、ここ完全に歌舞伎町だ、これ。うわー、靖国通り、これはメタバースと言っても良いのでは。タイムセットナイト、タイムセットナイトにすると怖い、これ2時の歌舞伎町って感じ、これ怖いわ、これ夜中2時の歌舞伎町って感じ、このところどころ明かりついてんのが、あの、なんかわかる、この感じ、人がいない違和感やばいけど、でこっちだけ明るいんだよね、このこっちは。うわー、めっちゃいいね、いやマジでこんな感じだよね、人がいないのがめっちゃ違和感あるけど、人がいない違和感が半端ない。いいね。実際地面に降りて歩いてみてほしい。おー。いや、いいね。すごい。これ、もう、今までのみんなで作ったやつの中でも割と超大作かも。これはすごいね。うわー。こいつはやべえ。ぐいって。すごいな。ネズミ出そう。わかる。うわー、ここからすげえ。ちょっと昼にします。いやー、作れてよかったー。日本を代表するメタバースの取り込みとして、文科省を計算したあたりで表彰されてほしい。いや、そうだよ。
どうすか、メタバースじゃないですかこれ。だいぶメタバースだと思うんですけど、僕はだいぶメタバースですよね。50人クラフトはほんまのメタバースや。ようわからんこうおままごとをメタバースって言ってんじゃねえぞ。おー、サンドイッチの頑張り、なんだここ。ちょっとたくみくんの見ますか。ちょっと待って、その前にこれなんだ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 こりゃ。これは一体、猛烈にバロしたくなったらね、諦めました。あ、お、嘘ぴょーん、嘘、あの嘘ぴょんって何。もうそれ微妙に古いのやめろ。なんだお前、そんなノリだったのか。この囲いちょっと片付けようぜ。お披露目、これどうやってお披露目すればいいんだこれ。下の置き換えで、あの松明にすればバーって下がるけど、できるかなこれ。某ちょっとやってみてもらってもいい。いや、サバ死ぬか。まあゴリラビこれ全部取っ払って、ごめん、それでいこう。東横だ、東横のあの広場だ、この辺。なんか食らっちゃうで、あー、うわー、そのままだ。え、これ真面目にこれちゃんと、すごいね。動画になったらこれツイッターでこれバズらせよう。ツイッターでこれちょっとなんかいい感じの PV 作ったら、ジャパニーズ東横 PV 作るか。ダミトモくん PV 作ってくれ。いやー、これはすごいなー。 PV 選手権してもいいな、参加勢で。参加勢 PV 選手権で一回擦れる。参加勢誰でも PV 作ってみてくれ。いやー、すごいねこれ。いやー、これはすげえ、これはすごい、いいねー。この辺まだちょっと片付けてないんで、この辺片付けましょうか。ちょっとまだ微妙に散らかってる部分があるが、ここファマスが作ったとこだよね。あ、ちゃんとここできてる。あー、わかるわかる、これいるよね、これいる。ここホストクラブたくさんあるとこだ。うわー、ここ何ん、ここは、あーっと、子供が来るとこじゃないよ、ここは。ガキが来るところじゃねえ、さっさと帰りな。ここ区役所通り。あと一箇所作れてないんだよな、セブンが入ってるビル。いやでもマジでいいなこれ、マジでいいね。ここも好き、この通りも。こっちの通りもいい。いいなぁ。なんだここ、ここもやれてない感じか。歌舞伎町振興組合ビル。あー、いくつか、いくつかまだ。おおおおおでっか、え、やっば、大久保病院、すごすんぎ。これはすごいなぁ。スポンサードバイ新宿区、いいレベルで、これはすごい。いや、いいね。歌舞伎町よくわからないんだけど、これってこういうやつですか？え？ドイツ陸軍の、なんか、車が突っ込んでるね、キャバクラに。こういうやつじゃないかな。歌舞伎町あるある。ドイツ陸軍の車が突っ込んでくるみたいな。ここ海鮮居酒屋だった気がする。たまに見かける。あ、そっか。あるあるなんだ。ありがとう。え、ちょっと待って。これさ、ちょっとみんなが出したら、ちょっとやばいから、ちょっとまだ待ってね。ちょっとみんな待ってくれ。一旦ここワールド保存してほしいな。何するの？いや、ブリティッシュジープ出して、ちょっとドライブしようかなって。あ、あ、あ、ウラルちゃん。ウラルある、ウラル。違和感めちゃくちゃあるのが、音が全くしない。ブルルルルルみたいなクソうるせえ爆音みたいなのが違いないのに、なんか違和感やばい。横の誰か乗っていいぞ。なんでこれ音しないんだろう。まあ、いっか。まあ、編集で追加されます、音は多分。音は俺の、あの、バイク動画から多分撮ってきます。え、なんか、え、マジやばい。なんか、無人の新宿ドライブしてるみたいな気分になる、なんか。ちょっとおかしい。無人の新宿ドライブ。うん、なんか変な感じする。多分こっちとかもっとするだろうな。プラグイン逃走中的な、あ、プラグインなくてもプラグイン入れるのちょっとむずいから、ホットサーバーは。うわー、やっばい、やばいです、これやばいですよ。おー、なんだなんだなんだ、おーい、なんで戦車あるんだ。戦車危ないよ。占領か、これもしかして。東京って戦車あるんだ。ないね。うわぁ、なんか違和感やばい。違和感やばすぎ。違和感すごいな。なんか今バイク運転してるつもりになってるけど俺。
いいなめちゃくちゃいい。ちゃんと後ろ確認してるから俺ちゃんと。あー危ない。ちょっと下がってバックギア入れて、あーいいね。あー危ない。あー引いちゃった。フィンランド人引いちゃった今。フィンランド人大丈夫か。あーおうち、まずいまずい。フィンランド人大丈夫か。ここ外人いっぱいいるもんな、これ。やばい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 。ここ、あー、なんか外交官とかの人かな。まずい。しかもドイツ車でフィンランド人引くのって結構まずくないか、つっていろいろと。いろいろアウトじゃない。ドイツ車、第二次大戦時のドイツ車でフィンランド人を引くってなんかちょっとまずくない、こう政治的に。ノーノー、仲間だったよ。あ、そっか。仲間か、あ、そっか。仲間サイドか。あ、そっか。ヘルスカって、こっちか。そういえば。こっち側か。あ、じゃあ大丈夫か。こっち側だったんだ。ロシア近くてしょうがなくて、あ、まあそうだよね、多分。ロシア近くてしょうがなくて、みたいな。そうだ、枢軸フレンドだ。次入れる参加生、ドイツかイタリアだけにしようぜ。次の参加生、ドイツ人かイタリア人限定です。あの、一人ずつ入れて、みんなで遊ぼう。次の外国人参加生、ドイツ人参加生、イタリア人参加生募集してます。入れさせない。やば、これ上から見た絵もやばくない？この、これ。これもやばくない？上から見た、この航空写真じゃないけどさ、この感じ。これやばいよ、これ。相当やばいよ、これ。上から見た図も。Google Earth で見たやつで。うわ、やっば。マジでやばいな、これ。写真みたいだね。いや、今回の企画はちょっと、すごいな。レベルが高い、高いものができたね。いやー、マジで再現度高め。再現系企画結構頓挫しがちだけど、これはうまくいってよかったね。いや、なんかこういうのまたやりたいな。なんか楽しくない？これはいい。バチカン四国って結構ちゃんと広いからね。これを続けてたら東京クラフトができる。あ、いつか組み合わせるみたいな。いいなー。めっちゃいいです。なんか、あれとか作りたいけどね。ロンドンとか作りたいけどね。時計台みたいな、みんながめっちゃわかる場所とかだったら楽しいし。まあでも行ったことある場所がやっぱいいよな。なに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 これ。これ占領中？これ占領中っすか。パラリラパラリラじゃないだろ、これ占領中だろ、これ占領下の日本だろ。これさ、マジでさ、このモッド入ってるんだからさ、遊べるっしょ。このモッド入ってるんだから遊べるぞ。ちょっと馬座りそこ止まってて、そこ止まって。馬座り、馬座りだ、棒か、棒そこ止まって。ストップストップストップ、その乗ってて。なるほどね。え、これさ、めっちゃ壊したりして遊べるってことか。すごいな。すごいね。なんかもう無限遊びできるじゃん、これ。無限に遊べるよ。何度でもすれるな。っていうか。すげえ。ここで工場線やろう。いやー、いいねー。じゃあ、皆さん、本当にお疲れ様でした。この匠くんが作ったゴジラのこの東宝シネマもめっちゃいいです。さっきから映り続けてますけど、これもやばいです。何気にやばいです。東宝シネマそのものだよな、もうもはや。東宝シネマそのものだわ。俺前さ、なんかの企画でさ、山手線作ろう企画で東宝シネマ作ったけど、そのままだわ。俺のしょうもな東宝シネマと比べて全然違う、レベルが。いやー、GG ですね。GG。ガチで GG、これは。